ご案内を行います。ご訪問をお呼びいたしますので前にお進みください。皆様からに関して今日のためには防衛大臣北川泉さんが船橋市自衛隊協力会顧問で財務大臣野田哲人さんが第一空挺団長かねて奈良市の駐屯地指名山直江候補防衛事務次官中江智人様千葉県知事代理で副知事石中美咲子様全日本空挺労使会会長山本勇様次に皆様から向かって左の鳥には参議院議員佐藤哲人様立法幕僚長小箱一長防衛大臣官房長金沢博文様八千代市自衛隊協力会会長代理で副市長笠内昭一様千葉県海洋館会長杉尾秀治様次に皆様から向かって右の旅には総合力量庁、大木一長、中央国防総裁、司令官、宮島一長、船橋市自衛隊協力会、幹部、田中守様、奈良市自衛隊協力会、代表、代理で、奈良市の施設と安全対策課長、桜井孝明様、今回、東日本大会会長、山口義雄様、奈良市自衛隊協力会会長、山口義雄様。それでは、他方面の要望についてご説明いたします。司会の高架用の発表で、記述を振り上げ、高架の発表で、他方面を利用していただきます。準備はよろしいでしょうか。それでは参ります。参拝を行います。壇上の皆様には参拝のお写真を準備させていただきます。それぞれお出ください。そして会場の皆様も参拝の準備ができましたらご起立をお願いいたします。参拝のご発表は船橋市、奈良市立、吉野市、自衛隊協力会の団体を通して、船橋市、自衛隊協力会、幹事、田中守様にお願いいたします。それではお願いいたします。Thank you.
高橋淳子さんにより北沢防衛大臣にあなたらの貢献を行います。皆様、大きな拍手でお見送りください。